はい、こんにちは。世界のたけしです。サムネイルにもあります通り、今回衝撃のニュースが飛び込んでまいりました。政治コーチ、引退します。せっかたけ。おいおい、本当かよ。世界のたけし、どこ情報だよ。って声が聞こえてきそうなので、説明させていただきますと、今回のこちらの情報、2021年11月24日、前日の熊本県大会で優勝した次の日に、政治コーチ自ら発信した内容になります。ぜひ最後までご覧ください。最後までご覧いただきました方限定で、これまで私世界のたけしが撮ってまいりました政治コーチの写真、門外不出の秘蔵の写真をご覧いただきたいと思います。そちらも楽しみに最後まで見てくださいね。番組の途中ではございますが、一つここで私世界のたけしからお願いがございます。いつもこのチャンネルを見てくれてありがとうございます。ただまだチャンネル登録がお済みでない方がご覧の通り 90% を超える割合でいらっしゃいます。この機会にぜひぜひチャンネル登録をお願いします。それでは本編に戻ります。どうぞ。それでは早速政治コーチからの発表をお聞きください。あ、今回は世界のたけしが代読させていただきます。せかたけ。届ける。昨日を迎えるまで早く終われ県大会と思ってた。なんだかんだとストレスを感じる日々との戦い。もう何度目かわからないが、指揮すると相当なストレスを感じる。負けたらどうしようとは思わない。勝たせれなかったらやばいなとは毎年感じる。特に今年の連中は前評判が高かっただけにね。子供なんてわからんだろって思いながらも、力はそこそこあるのは一番わかってるんで、これまでの県大会の戦い方が良くなかったんで、開け直ってピリッとさせたらうまくいった。わらわら。その中で躍動し、見てる人たちを魅了してた子たち、準決勝決勝ともに全員をピッチに送り出し、それぞれのサポーターに成長した姿を見せれたことを嬉しく思う。それその OB 保護者さんはなんか最近モヤモヤしてて、それその子たちの楽しんでる姿から元気もらいたいなと来場され、楽しかったし元気もらえた、お礼でとたくさん写真をいただいたので、その一部をここで。今年俺が受け取った子たちだが、こいつらはほぼほぼヒデが育てている。よってヒデに試合でも頑張ってもらった。わらわら。これができるのがうちの強み。スタッフの成長はチームの成長につながる。今回で9回目のチャレンジ、出るだけでの満足は通り越した。本気で狙おうと思う。俺の指揮官としての花道を飾ってくれ。最後に挑めるのがあいつらでよかった。ずっと前から決めてたが、俺は今年で最後。宮崎や鹿児島で監督やるわけでもなく、監督はもうやらない。嫌になったわけでもなく、疲れたわけでもない。わらわら。なんならずっとやり続けたいが、みんなのために新しい挑戦を始めることに決めた。子供たちは好きなんで練習はさせるけどね。中途半端に終わりたくないんで、組み合わせどこだろうが日本一を目指し頑張ります。鹿児島の地でもたくさんの応援期待してます。全国大会でも元気と感動を届けるサッカーさせたいな。そして2021年12月26日 JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会が始まる。政治コーチ最後の晴れ舞台開幕。